今回ですね、神奈川県とか日本で生徒が持ってるデータを今作成者を指定してるところですが、まあ、自己紹介1分やったら時間ないですからね、もう本当に軽くでいいですからね。で、いきます、よーいスタート。私たちが考えたのは外国人、日本に住んでいる外国人に特化した問題解決サービスです。では、じゃあ説明していきます。私、日本に来たけど全然なんかよくわからないね。私の好きな食べ物全然やってないし困ったな。ねえねえ、友達教えてくれよ。なるほど。じゃあいいアプリがありますよ。このアプリにいろいろ質問してくれれば日本人の皆さんが答えてくれますよ。本当ですか。使ってみてください。母国語で分かりやすいね。どんどん。私出身マレーシアで宗教は何々で、はい、これを食いたい、はい、出た、はい、日本人の人です。それならね、あそこのお店行ったら絶対美味しい。美味しいから、で、ちゃんと宗教も考えてるからね、ここに行ってきたら絶対美味しいものを食べられるし、大丈夫。アプリから通知来たね。こんな近いところに私の好きなものを売ってた。こんな安くて、ラッキー、困ってることは解決されたよ。というようにですね。外国人、日本に住んでいる外国人が何か困ったことがあったり、その日本人にこういうのを訴えたいっていう時に、こちらのアプリを使えばですね、それを見ている、興味を持って見ている人たちが回答して、問題解決する。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ我々はこのやべえ発見ということで、これ分かりやすく寸劇でいきたいと思います。じゃあ、僕は横浜大岡川、周辺に住んでいる横浜市です。すごい台風が来たな。この辺で大丈夫かな。ちょっと川をまた見てみようか。あれなんか大岡川が氾濫してる。なんかこの辺ちょっとやばくなるんじゃない。ちょっとこれ動画撮っとこうっと。このやばい状況をみんなに知らせなきゃ。ちょっと見てくれ、大岡川氾濫してるぜ。投稿佐賀です。何これ、横浜めっちゃ溢れてんじゃん。これすげえすげえ。ちょっとシェアしとこう。シェアあ、うちの近くだ。あ、やばい、逃げろ。ありがとうございます。残り40秒。二通り側面このありまして、どっちかというと、感動というのはおかしいですけど、驚きの共有をしたいという投稿者の思いを、その感動を、見た、県外の方とか離れた人たちは驚きをシェアすることができるというのと、あと近隣住民からしてみると具体的な被害状況を知ることによって、防災にも期待を買うという、2つの側面を持っているコンテンツとしてシェアします。はい、ありがとうございます。それで1分間でありがとうございました。はい、いいですね。よーい、スタート。ちょっと、
丈夫ですか、じゃあ。あ、プルルルル、あ、もしもし、え、何燃えてる、うちが火事本当、じゃあ今から帰るわ、ごめん、うちが火事だって言ってたけど、これ先に帰るって言うけど、あ、マジで、うん、じゃあ家燃えてんだ、じゃあこのアプリやるとね、あ、ちょっとそれ先帰るわ、つらいな、わあ、家燃えちゃったよ、どうしよう、ちょっとあいつらどうしてるかな、今。まあ、ブンブンだよ、これ。お家大丈夫お家大丈夫ダメ、あ、ダメ。燃えちゃってんね、よく燃えちゃってんね。残り30秒。もう燃えちゃってんね。あ、なんか楽しそうだな。俺もそっちで飲んでりゃよかったな。こっち楽しいよ。俺ちょっと大変そうだね。なんかね。燃えちゃった。とりあえずこっち大変だから、また後で連絡するわ。お大事にね。はい。どういうようにありがとうございました。ありがとうございます。看板娘、ね、撮影&コンテストというアイデアです。で、まあ、早速あの寸劇が始まります。まずこの、アプリというかサービスではですね、まずあの看板娘のリストを物色するところから始まります。物色え、何看板娘コンテストっていうのやってるの、ちょっと、あ、地元じゃん、あ、しかもかわいい。そうかな、僕こっちの方が可愛いと思うんだけど。そして2人は実際に店を訪れます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、コーヒーと、ナポリタン、ナポリタン。そして、実際ですね、あの可愛いと思った方は、撮影をすることができます。いいですか。残り30秒。そして撮った動画はすかさず、サービスにアップロードします。そしてアップロードされたコンテンツはウェブ上でシェアされて、みんなからですね、評価をされて、一番いいねまたはシェアが集まった動画がですね、あの評価されて、一番かわいい、看板娘が決定すると、そういう流れになっています。みんなでいいねいいねしよう。いいね。はい、そこまでありがとうございます。早いことで拍手。よーい、スタート。タイトルまだ決まってないんですけど、多分100カ国語テロップなんちゃらかんちゃらはい、ということです。じゃあ始めます。私の役はあの日本に住んでいる外国人、または日本に、まあ、割とこうよくしょっちゅう来ているような外国人になります。で、最初の方で動画を、面白い動画を見つけます。まあ、日本に慣れてるんで日本語やります。あ、面白いなこの動画でも、ね、これ国の人たちとか見ても分かんないだろうなっていうことで、一緒にその動画を見たら面白いと思っても共感、一緒にその面白さを共感する人がいないんで、ちょっと不満を持ちます。あ、でもこれテロップつけられるな、よし、君の言葉でテロップつけよう、ひろひろひろ、で、よし、これフェイスブックでシェアしよう、よし、シェアします。そうすると、国の人がそれを見てくれる。はい、30秒。はい、こう、いいけさんからこんなのが来たと。あ、面白そうだな。あ、横浜に行きたくなったな。で、横浜に行きます。で、また新しい動画をアップして、またテロップをつけます。で、昔の彼女にそれを Facebook で知らせます。あ、どこ行ったの。じゃあ私も行ってみて、観光またしようかなって元彼に送ります。はい、ありがとうございました。そこまでです。ありがとうございます。